トルボサウルスは、ジュラ紀後期に、現在の北、アメリカ及びヨーロッパに生息していた大型の、獣脚類恐竜の属である。化石は、アメリカ、コロラド州とポルトガルで発見されている。現在のところ、メガロサウルス化に分類され、トーブソリス・タンネリと、トーブソリス・ガーニーの2種が含まれている。最初1979年に、タイプ種トーブソリス・タンネリが命名された。T タネリは、 全長は約10メートルの大型でがっしりとした体格を持つ二足歩行の肉食動物である。当時としては最大の肉食動物であり、エパンテリアスやサウロファガナクスも同時代の同じ地域に生息していた。現在は第二の種トーブソリスガーニーとされている標本は当初全長11メートルに達すると主張されたものの、その後これより小さなものであることがわかっている。 骨の形態からは短いながらも、非常に強力な腕を持っていたと考えられる。ポルトガルで発掘されたトルボサウルスは10歳の、男の子が頭骨の一部を発見したトルボサウルスは、ピーター・ガルトン及びジェームス・ジェンセンにより、1979年に、トーブ・ソリス・タンネリオをタイプ種として命名された。俗名は、ラテン語で、ネーモーナを意味する、トーブスと、ギリシャ語で、トカゲ意味する、 ソーロスから造語されたもので、眠毛なトカゲを意味する。タイプ種の種商名タンネリは、末日聖徒イエス・キリスト教会の大館長会第1副館長であるネイサン・エルドン・タナーに、懸名されたものである。第二の種トーブ・ソリス・ガーニーは、古生物アーティストのジェームズ・ガーニーに、懸名されたものである。ボローニャのカッペリーニ博物館に、 展示の T タンネリの復元頭骨とルボサウルスの化石は北アメリカとポルトガルで発見されている。1971年にコロラド州デルタのビビアン・ジョーンズはモハット郡にあるキャリコガルチクオリで巨大な一本の獣脚類の親指の鍵詰めを発見した。そしてこの化石をブリガム・ヤング大学の古生物学者ジェームス・ジェンセンに見せた。ビビアンの夫、 ダニエル・エディ・ジョーンズは同様の化石を発見するために、ジェンセンをドライメサ発掘地へと案内した。ここでは後にスーパーサウルスや、多数の巨大な重脚類の化石が発見されており、モリソン層であることがわかっている。1972年からジェンセンとけ、そして1979年に、ピーター・ガルトン及びジェンセンによりトルボサウルス属及びタイプシティ・タンネリの命名。 記載が行われた。さらに1985年には、頭骨の要素を含む、追加の化石が前線により報告された。コロラドで発見された化石については、その後さらに1991年に、ブルックスブリッドより再記載が行われている。MT、ガーニーと T タンネリの上が骨の比較ホロタイプであるビュー2002は、当初、上腕骨と下腕であると考えられた。 パラタイプにはいくつかの同士と骨盤及び手の骨が含まれている。1985年に記載された化石が加えられた時点でまだ発見されていない主な部分の骨は肩体とすねだけであった。最初にキャリコガルチクオリで発見された鍵詰めである。標本ワイベップ2 0 2 0はドライメサから 195km 離れた場所で発見され、 同一の種のものであるか不明なため暫定的にこの属のものとされた。ホロタイプ及びパラタイプは少なくとも3個体のものである。1991年にブリッドはホロタイプの前足の骨はすべてが同じ生物のものである証拠がないと結論し、この中から左上腕骨をレクトタイプに指定した。この他にいくつかのバラバラの骨や有利バが、 アメリカの他の発掘地で発見され、トルボサウルスのものとされている。1992年に、ワイオミング州、コモブラフで、大型獣脚類の化石が発見され、ロバート・バッカーらにより、エドマルカレックスと命名された。この種は、トルボサウルスのジュニアシノニムとみなされることが多い。同じ場所で発見された、同様の化石には、ブロントラプターという裸が与えられている。 2000年にはポルトガルで発見された大型獣脚類の化石がオクタビオ・マテウスとミゲル・テレス・アントネスによりトーブ・ソリス SP と分類された。2006年にはポルトガルのローリニャン層で大型獣脚類の化石が発見されトーブ・ソリス・タンネリに分類された。しかし、この標本は2012年にマシューカ・カラーノ・ラにより 東部ソリス SP 以上には詳細に分類することはできないと結論された。2013年には獣脚類の卵とハエの化石がポルトガルから報告されトレボサウルスのものとされている。2014年にポルトガルの種は新種とされジェームズ・ガーニーに懸命して T ・ガーニーと命名された。この種は今までにヨーロッパで発見された中では最大の獣脚類である。 t タンネリの生態復元図トルボサウルスは非常に大きな捕食者で t タンネリ、t ガーニーともに全長は最大で10メートル、体重は4から5トンと推定されており、ジュラキ最大の肉食動物であった。もっと大きかったという主張がなされることもある。シノニムと思われるエドマーカレックスはティラノサウルスレックスに匹敵する大きさであったという家庭で命名されたものである。 同様にブロントラプターは巨大サイズのトルボサウルスであると考えられた。ポルトガルで発見されたティーガーニーは最初もっと大きなサイズであると推定されていた。2006年に頸骨の下場である標本 AML632 が発見されトーブソリス SP とされた後ティーガーニーに分類されている。そしてこの標本から当初は 全長は11メートルと推定された。ジェイカイアンダーソンの方法に従い、哺乳類での大腿骨の周長と体重の相関を、トルボサウルスに適応した結果、体重は1930キログラムと推定される。テーガーニーとテータンネリを識別する特徴は、歯の数の特徴の大きさと形状の違いである。テータンネリでは、上顎骨に11本以上の歯があるのに対し、 ティーガーニーイではこれより少ない。ティーガーニーイの復元骨格と人の大きさ比較。色のついている部分が化石の発見されている部分。トルボサウルスは後奮部が細長くて狭く、側面から見ると大きな鼻空のちょうど上にコブがある。後奮部の前端部の骨である前上顎骨にある三本の葉はかなり平らで、やや外側を向き、歯間の前縁が隣接する歯の歯棺の後縁の 外側と重なっている。上顎骨は高さがあり、少なくとも11本のかなり長い歯がある。全眼下窓は比較的短い。涙骨は上部に独特の涙骨突起があり、側面から見て下端が広くなっている。眼下は上下幅があり下幅とがっている。頬骨は長く横方向に厚みがあった。方形骨の下側前面は雫型のくぼみによって、 空洞となっていて、方形方骨との接触面となっている。頸椎と前方の同心は、比較的曲がりやすい、ボールマイナスソケット状の関節になっている。椎体の前面のボールは、広い円があり、ブリッドは、ダービーハットのような状態と表現している。尾の基部は、上下幅があり、神経棘が前後方向に太く、尾は、上下方向にはあまり曲がらない。上腕は太く、下腕は、 太く短い。親指のカギ爪がキャリコがあるチクオリの標本と同じように特に細長いものであるかどうかは不明である。骨盤では腸骨はメガロサウルスのものに似ており、全部の波状突起は上下幅があって、前後には短く、後部の波状突起は長く尖っている。骨盤は全体として大きく、 地骨と座骨は、地骨の後ろ側と座骨の前側の外縁で互いに接触し、下側が閉じたアーチを形成している。1979年に、ガルトンとジェンセンによって最初に記載された際には、トルボサウルスはメガロサウルス化に分類され、今日ではこの分類が受け入れられている。最初の記載の後、1990年には、 ラルフ・モルナーらによりカルノサウルス類に分類され、2003年にはオリバー・ワルター・ミーシャ・ラウジュットにより基盤的なスピノサウルス浄化に位置づけられ、1994年にはトーマス・ホルツにより非常に基盤的なテタヌラ類と位置づけられたが、これらの分類は現代の系統解析によって支持されているものではない。ジェンセンは1985年にトレボサウルスを 独自のトガであるトルボサウルス化に分類した。この分類は、ポール・セレノとマテウスに指示されたものの、トルボサウルスはより古い時代の属であるメガロサウルスに近縁であり、おそらくはその姉妹群ありメガロサウルス赤に含まれる。ため、メガロサウルス化のシノニムとなるトルボサウルス化は不要なものとされた。しかし、メガロサウルスのタイプ標本は非常に断片的であり、メガロサウルス属が 確定不能な疑問名とみなされる可能性がある。この場合トルボサウルス科がメガロサウルス科の代替の名として使用される可能性がある。トルボサウルスはメガロサウルスに近縁であるものの、より進歩的もしくは派生的であるように見られる。かより大きなクレードとしては一般的に基盤的テタヌラ類が分子とされ、カルノサウルス類やコエルロサウルス類よりほど派生的ではなく、 スピノサウルス化に近縁であるとみなされている。マドリードの国立自然科学博物館に展示されるティータンネリの骨格以下に示すクラドグラムはカラーのベンソンサンプソンに従いトルボサウルスの類縁関係を示したものである。ティーガーニーのオシー気象とは生物種を他のすべての生物から正確に識別するための解剖学的特徴の説明である。 すべてではないがいくつかの奇匠となる特徴は固有派生形質である。固有派生形質とはその生物種あるいは分類群のみで獲得された識別可能な固有の解剖学的特徴である。カラーのエトールに従えばトルボサウルスは以下の特徴により識別される。エドマルカレックスはワイオミング州コモブラフで発見された重脚類に対して1992年に ロバート・バッカー、ドナルド・クレイリス、ジェームズ・シーグアス及びジェームズ・フィラウィスが、親族新種として命名したものである。この種とトーブソリスタンネリは、頬骨の特徴で識別され、この骨に、原始的な特徴と進歩的な特徴の両方があると、バッカーらは示唆している。この他に、健康、右甲骨、肋骨、恥骨も、同じ論文に記載されている。バッカーらは、 エドマルカの大きさに強い印象を受け、この大きさは、前兆では、ティラノサウルスレックスのものに匹敵し、およそ肉食恐竜の大きさの限界値なのではないかと指摘している。しかし、現在では、ほとんどの研究者によりこの標本は、東部ソリスタンネリのものであると考えられている。ワイオミング州で発見された、別の標本には1996年にエドマルカの被災者らにより、 フロントラプトルという非公式の名前が与えられている。この名は公式な出版物による発表が行われておらず、1990年代においては裸のままであった。名前はロバート・バッカーによる付けられたものであり、原稿はオンライン上で流布された現在ではこの標本は一般に東部ソリスタンネリのものであるとみなされている。 ティー・バーニーの破壊の化石の注意分解研究から、肺の強弱変化や、恐竜の各系統での発生過程の違い、繁殖行動、親による世話などについての情報が得られている。2013年に、アラウージョラは、トレボサウルスのものとされる、一服分の壊れた卵と肺の化石である、標本 AML1188 を発見したと報告した。 この発見により大型住脚類は卵性である。つまり卵を産み、肺はメスの体外で発生この標本は2005年にオランダ人のアマチュア化石収集者アートウェイランによりポルトガル西部にあるローリニャン層の河川堆積物から発見された。この堆積物の年代はジューラ紀後期チトニアン約1億5200万年前から1億4500万年前と 考えられている。この発見は以下の複数の理由により、個生物学上重要である。この標本は現在、ポルトガルのローリニアン博物館に収蔵されている。この卵がどのような状況で親に放棄されたものかは不明である。ため、トルボサウルスの親が卵や子供の世話をしたのか、産卵後短期間で卵から離れてしまうものなのかは、今のところ不明である。 ロンドン自然史博物館のティ・タンネリの鍵詰めのキャスト、東部ソリス・タンネリのタイプ標本であるビュー2002は、コロラド州、モントローズ郡にある、モリソン層、ブラッシー・ボンチブ層に属すドライメサ発掘地で、発掘されたものである。この標本は1972年に、ジェームズ・エーイ・ジェンセンとケネス・スタットマンにより中流、もしくは荒井砂岩から収集されたものであり、年代は十機機、ジューラ後期。 キンメリジアンからチトニアン、1億5300万年前から1億4800万年前のものである。現在は、ユタ州、プロボにある、ブリガムヤング大学に収蔵されている。モリソン層の中のトルボサウルスも発見された層についての古環境の研究から、この時代のこの地域には、西部から盆地へと流れ込む川や塩分を含み、アルカリ性の湖があり、 広大な湿地が広がっていたことが示唆される。コロラド州西部のドライメサ恐竜発掘地は、ジュラ紀後期のものとしては、世界で最も多様な脊椎動物の化石の産地である。ドライメサで発掘された恐竜の化石としては、竜脚類のアパトサウルス、ディプロドクス、バロサウルス、スーパーサウルス、ディスティロサウルス、カマラサウルス、イグアノドン類のカンプトサウルス、ドリオサウルス、 原究類のステコサウルス及び獣脚類のアロサウルス、ケラトサウルス、オルニトレスティスなどがある。この時代の植物症としては、緑草類、菌類、腺類、特茶類、シダ類、ソテツ類、イチョウ類、及びいくつかの針葉樹のトガの化石が発見されている。動物の化石としては2枚貝、カタツムリ、蒸気類、カエル、サンショウウなどの両生類、カメ、ムカシトカゲ、 トカゲ、陸星及び、水生の輪に、数種類の翼竜、タオカハ類、ソウショウハメ、サンキューバ類などの初期の哺乳類などが発見されている。ティーガーニーのものとされる、大腿骨と、頸骨ローリニャン層も、モリソン層と同じく、キンメリジアンから、シトニアンにかけての地層である。海岸の環境であり、総じて海洋の強い影響が見られる。植物省、動物省とも、 モリソン層のものに非常によく似ている。トルボサウルスはここでは明らかに、頂点捕食者であった。またアロサウルスやケラトサウルスといった、モリソン層の属のヨーロッパでの類似種もこの地に、生息していた。獣脚類では他にローリンハノサウルスも生息していた。ルソテタンがこの地域の最大の竜脚類であり、 その他の竜脚類としては、ディプロドクスカのディンヘイロサウルスやローリンハサウルスも生息していた。この他の恐竜としては、腱竜類のダケントルルスとミラガイア、極竜類のドラコペルタ、カンプトサウルスに近縁なイグアノドン類である、ドラコニクスも生息していた。ローリニャン層は海洋性の地層であるため、サメ、プレシオケリスカのカメ、テレオサウルスカの海生ワニの化石も発見されている。 ありがとうございます。